日本遺産。霊気満山。高尾山。人々の祈りが紡ぐ相当物語。ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。東京都で唯一日本遺産に認定された霊気満山高尾山です。はい、今回は清滝駅をまっすぐ行って、舗装路からね、土の道に入るところがあって、そこから、6号路の琵琶滝コースを歩いていきます。で、6号路は基本的に沢があるところを、一緒にねずっと登っていきます。で、途中はね、飛び石っていうところがあって、そこもね、まあ沢の中に入ってもいいし、石の上を歩いてもいいとなってます。で、帰りは、やっぱり1号路をずっと、降りていって、薬王院の中を通り抜けて、で、今回はね、まあ疲れてなかったんで1号路をそのまま降りていきます。で、途中、1号路の途中には展望台があるんで、展望台を見て、それからね、下っていきたいと思ってます。はい。じゃあ、早速見ていきましょう。はい。高尾山を降りると、599ミュージアムっていうのがあるんで、その中をね、通って、それから高尾山口駅に向かいたいと思います。はい。ということでね、これで見ていきましょう。はい、ここはね、京王線の北野駅というところです。で、北野駅からね、京王高尾線というところに入っていって、京王の、高尾山口駅に向かうことになります。はい、左側がね、緑の無料の、高尾山号で、右側がね、普段有料で走ってる京王ライナーなんですけど、今回は急行でね、無料で乗れる電車で来ましたね。これに乗って高尾山口に行きたいと思います。はい。このね、5000系っていうんですけど、ピンク色がね、鮮やかですごい、シルバーとピンクがね、結構いい色ですよね。で、青ラインもね、かなりかっこいいですね。色合いがすごいかっこいいですね。これに乗って、高尾山に行きたいと思います。無料の時はね、シートが横になってるんですね。はい。ということで、高尾山口駅に到着しました。はい、じゃあね、これで、改札の方に向かっていきたいと思います。今日はね、9月の19日の土曜日ですね。曇りです。結構ね、涼しくなってきたんで、山登りもね、ちょうどいい季節になってきましたね。はい、今日はね、職場の人と、登山することになってるんで、待ち合わせてるんですね。で、ちょうど、駅前でね、ちょうど出会いました。で、高尾山口駅がこんな感じです。YouTube でね、動画撮るからねって言ってあるんでね、職員の人はあんまり映り込んでないんですけど、はい、こんな感じで撮ってます。もみじ屋ですね。で、これが清滝駅の前の広場みたいなところですね。はい、ここのね、清滝駅の左側のところをまっすぐ、6号路として登っていきます。こっちのね、はい、赤い郵便局の車のある方に歩いていきます。これが6号路の方です。はい、ちょうどね、6号路の方に向かおうとしてますが、そろそろ、ケーブルカーがね、降りてくるみたいですね。はい、ケーブルカーをね、ちょっと見てから行きたいと思います。このケーブルカーは日本一のね、急勾配を、登るケーブルカーになってます。登る、下るかな。はい。まあ、最後ね、結構駅に止まるときにボヨンボヨンってなるんですね。ボヨンボヨンってなってますね。はい。ということでね、ケーブルカーが見れたんで、そのままね、6号路をまっすぐ、歩いていきたいと思います。はい。少しね、行くと、左側に川が見えますね。で、これがね、高尾山の上の方の沢から流れてきた、水がね、こうやって集められて、これだけね、水が流れてるんですね。
とマイナスイオンがありそう。あ、これでね、6号路の入り口がここですね。はい、結構ね、間違えてまっすぐ行っちゃうと違うとこ行っちゃうんで、はい、ここのね、6号路の、この未舗装路のところをね、はい、歩いていきます。はい、早速ね、あの下の方にね、沢が見えますね。沢っていうのかな、ちょっと川かな。こんなね、あのコンクリートとあと、まあ、石というか岩というか、あと土ですね、まあ、こんなところをねずっと登っていくんですね。結構ね、あの緩やかな勾配をずっと登っていって、最後に階段ドーンっていうような道ですね。で、結構ね、登りやすい感じですね。で、まあ前日にちょっと雨が降ったんで、結構ぐっちょぐちょですね。あとね、ところどころにね、あの水が湧いてるところがあるみたいで、そこの水をね、逃がすための、なんか通路みたいなやつも設置されてますね。はい、これはね、岩屋大使で、弘法大師様が、開けた、穴と言われてるところで、ここでね、母子を、助けたと言われてる、伝説の場所ですね。はい、琵琶滝の、看板がありますね。ここでちょうど、二手に分かれます。右側の、ね、道を行くと琵琶滝で、左側の、ね、上に向かってる道が6号路になってます。で、右側に、ね、沢が見えますね。で、奥の方に琵琶滝のお堂が見えます。お堂の、ね、奥の方に琵琶滝が見えてきましたね。はい、ちっちゃいから見えるかな。あれがね、琵琶滝なんですね。なんか修行体験もできるみたいですね。まあ前日までに予約するのかな、どうなんでしょうね。やったことないからね、わかんないですけど。はい、あ、左側ね、お堂の奥に、はい、琵琶滝、あ、これが琵琶滝ですね。ここで修行ができるみたいですね。はい、琵琶滝を見たので、元のね、6号路との分岐のところまで戻ります。で、6号路の方を歩いていきます。はい、6号路を歩いてます。右側がね、琵琶滝があったところで、はい、あの目隠しをねするようになってるんですね。修行の邪魔にならないようにということですね。6号路を歩いていきます。はい、歩いてると休憩できるね、椅子が出てきました。で、立派な木が、はい、生えてますね。今日はね、トレッキングシューズをね買ったんですけど、忘れちゃったんですよね。だから普通のね、靴で歩いてます。はい、普通のね靴でも問題なく歩けます。で、右側がね、アジサイがちょうどね咲き終わった頃ですね。で、緑がね鬱蒼と茂ってる季節なんですね。で、まあ、アジサイの季節に歩いたらすごい綺麗かもしれないですね。はい、これがねアジサイなんですね。はい、アジサイ、うん、結構ね緑がね、色がいいですよね。目に優しそうな色をしてますね。結構マイナスイオンを浴びて歩いてる感じがします。6号路は、森と水のコースっていうねテーマになってるみたいで、まあ、多分後付けっぽいですけどね、まあ、森の中をねこんな感じで歩いて、で、右側には沢が流れてて水が流れてるっていう感じのコースになってますね。これはね、かなり、稲荷山コースよりも、まあ、水が結構多いですね。あ、ちょうどね、山肌からね、水がすごい出てるところがあって、はい、道が結構びちょびちょになってます。で、あ、またね、休憩所に、着きましたね。まあ、こうやってね、沢の方に降りる道もあって、これで子供なんかがね、沢の水をね、触ったりして遊べますね。はい、粘板岩っていうねポイントに来ました。すずりにしたり、あとなんか囲碁の石に使ったりする、岩みたいですね。これが、粘板岩なのかな。
スズリロックって書いてありますね。はい、スズリに使ってるんでしょうね。ということはこういう岩肌もスズリっていうか粘板岩なのかな。はい、結構ね、前日雨が降ったんで、はい、足元がね結構ちょっと濡れてますね。でも登山してる雰囲気が出てていいですね。はい、大山橋に到着しました。大山橋です。これがね大山橋のポイントです。こんなねところになっててみんな休憩してますね。はい、大山橋のところで、6号路のねだいたい3分の2に、来たところですね。はい、ここから、次のね飛び石のポイントまでね結構近かったんで、ここで結構休んでおいた方が今後のためにいいと思います。まあ飛び石を越えるとね階段がすごいんですよね。なんでここで休んでおくことをおすすめします。はい、待ってました。これですよね、この、道、ここをね、歩いていくんですね。6号路はやっぱりこの道ですね。この沢のすぐそばを通る道をね歩くのが6号路の醍醐味です。やっぱりね大山橋を過ぎるとこんな感じの道になってくるんですね。だからねこういう道を歩きたい方は6号路をぜひ歩いてみてください。ちょうど木が倒れてるところがありました。これは何だろう、たまに倒れちゃうのかな。まあ気をつけてね、進まないといけないですね。たまにね6号路は結構過去にも通行止めになったりするようなね、崩れ方をしたりする、まあ、部分もあるんで気をつけてね行きたいですね。あと結構狭いんでね、沢の方に落ちないように歩かないとですね、滑らないように行かないといけないですね。こう登山っていう感じの道ですね。木の根っこなんかがいいですね。なんか緑の苔がすごい。この辺はなんかもののけ姫みたいなね、そんな感じの場所ですね。いいですね。はい、ちょうど橋を渡ってます。橋を渡ってね、ヘアピンカーブみたいにぐるっと曲がるんですね。で登っていきます。これ私です。橋を渡ったらね、なんだか急な勾配になりましたね。勾配が少しきつめになってます。なんで後ろにいる、職場の方がゼーハー言っております。登山道がですね、結構道が岩が多くなってきましたね。
これはさっきの粘板岩っていう、あの硯を作ったりするのに使う岩が結構多く、あの露出してる感じなのかな。はい、また橋が見えてきましたね。この橋をね渡ってまたヘアピンカーブのように、山道を登っていきます。出ました。道じゃない道。この道がなくなってるような岩を登るところですね。これをなんか山登りしてるっていう感じがする道ですね。これはね、なんか楽しいですね。はい、そろそろね、飛び石のところですね。飛び石のところですね。はい。iPhone であの撮影しながら行ってる時に喋ってる声が聞こえますけど、まあ、飛び石のところです。で、沢の中に入って、まあ、進んでもいいし、まあ、飛び石の石の上にね乗って水の中に入らないように行くのでもいいですと。6号路はこっちと。まあ、確かにね、これ案内板がなかったらね、ここ行くのと思っちゃいますよね。はい、ここですね。ここが飛び石と言われているところで、あの石のね、この大きい石の上をね、足を乗せて、進んでいきます。まあ、普通の靴で行っちゃったんでね、ちょっと濡れちゃいましたね。トレッキングシューズで来れば少しは大丈夫だったんですけどね。はい、あ、これがね、飛び石っていうやつですね。この石の上を、歩いていきます。でもここから先はまあ確実に濡れますね。はい、濡れちゃいました。まあ濡れたって言ってもちょっと足の先っちょがちょっと濡れたぐらいですね。はい、結構楽しいですよね。これ6号路といえば、こういうね沢のところを、登山できるっていうのがねいいところですね。これ飛び石の上に乗ってますね。飛び石が終わるところですね。で、地図で見るとね、あのくねって曲がったところですね。で、ここを、はい、矢印がちょうどね進んでるみたいにこうやってくねって曲がると、はい、飛び石終わって山道になります。地図でね、さっき見た通り、そろそろ、高尾山の山頂に、近づいてますね。で、ここのね山道を少し行くとやっぱり階段があるんですね。はい、で階段のね手前でちょっと休憩をしてから行くといいかもしれないですね。結構ね階段の段数が、稲荷山コースよりも多いような気がします。はい、山道がねいい感じですね。やっぱり階段ですよ。階段、すごい長い階段があります。これをね登ったら山頂ですよ。何段あるんでしょうね。で、途中やっぱり少しね平らな道があって、また奥の方に階段が見えますね。やっぱりあの階段を登んないと山頂には行けないっぽい。はい、階段の手前に木がありますね。木のトンネルみたいになってますね。頭を避けてぶつけないようにしてくぐったら階段です。階段がすごい長い。この階段を登ったら多分痩せるでしょう。まあ、やっぱりね今在宅勤務なんでね、ちょっと太ってきちゃったんで、まあ、いい運動になりますね。この階段ね登ったら絶対痩せますね。木の根っこがいいですね。これ踏みながら歩いたら
青竹文の代わりになるんですかね。ここを歩いたらね、健康になりそうな気がします。年輪を見ると方角が本当にわかるんですかね。これどっちがどうなってるんだろう。はい、6号路がねそろそろ終わりますね。ちょうどここまでが6号路で、看板を見るとどうやら5号路っていう風に書いてありますね。5号路高尾山頂方面って書いてあるんで、まあ、この舗装路を行くと5号路になるのかな。それで山頂になるんですかね。そろそろ見たことのある、建物が見えてきました。まあその前にね、ちょっと自然を見て、それから見慣れた1号路に合流します。もうこれで1号路に合流なんですね。でももうこれでもう山頂のね、ちょっと手前まで来ちゃいましたね。はい、これ着いたっていうか、トイレなんですけど。はい。あとは、あと少しでね、山頂ですね。あと少しです。見慣れた道ですね。高尾山の山頂があと少しで見えてくるはずです。このね、段差と坂道。はい。この一体段差は何なんでしょうね。坂道の方を歩いて、そろそろ山頂、そろそろ山頂。あ、ちょっとね、景色を見ちゃいます。はい、この金網を越えたら山頂です。はい、山頂到着で、ここね、景色がいいんでね、ちょっと景色を見ます。八王子国が見えます。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。レスキューの方がね、出動してますね。山頂のね、展望台から富士山は今日も見えませんでした。ということで下山を開始したいと思います。1号路で帰ります。はい、薬王院です。薬王院の神社の方にやってきました。階段を降りると薬王院ですね。で、薬王院の横に精進料理を食べる場所があるみたいです。高尾山健康登山の証、はい、手に入れました。これ100円でね、1回発行してもらえますね。21回貯まると、精進料理が食べられる仕組みになってるそうです。21回ね、貯めたいと思います。サブちゃんの歌ですね。高尾山という歌ですね。三密の道ですね。これちょっとね、くぬけ門って書いてあるんで、はい、空から脱出するために1回くぐります。はい。これでね、苦しい思いをね、しないはずですね。
戻ってきて男坂を下ってます、108つの階段があるって言われていて、数えると108つあるみたいですね。タコスギです。はい、これはね、八王子国が見えてます。八王子国の市街地がね、綺麗に見えてます。綺麗ですね。八王子の南口がね、坂だって言われてますけどね、ここから見るとね、そんなの坂にもならないぜっていうぐらい平らに見えますね。左側のお店が三色団子屋さんで、右側がね、八王子国が綺麗に見えるビュースポットです。で、高尾山駅ですね。で、右側にあるのが高尾山のビアマウント、ビアガーデンですね。で、入り口がこんな感じになってます。飲み放題ですね、ビールで。結構ね、広いんですよ。はい、何回か行ったことあります。で、1号路で帰ります。はい、1号路をね、少し行くと、コンピラ台を経てって書いてありますね。で、こっちの方に行くと、展望台があります。で、こっちに行ってもね、同じ1号路に戻ってくることができます。ここが展望台です。ここからね、八王子国が見えるんですね。高いね、ビルみたいに見えるところが八王子駅ですね。もやってるんで少しね、霞んで見えますね。まあ、冬の方が綺麗に見えるのかな。また来たいと思います。はい、これがね、1号路ですね。1号路の、はい、ヘアピンカーブのところですね。こんなところを歩いて、降りていきます。もう上の道から下の道にね、こんなに高低差がありますよすごい勾配ですね。はい、奥の方にね、見える階段がね、さっきの展望台のところに通じる道になってます。まあ、1号路のまま来てもいいんですけどね。はい、ここで合流して1号路になります。1号路の、下の方までやってきました。結構ね、木になんか苔というか草みたいなものが結構まとわりついてる感じですね。はい、これがね、そろそろ麓ですね。石のね、形が違いますね。で、人も増えてきました。結構モザイク処理が大変なんで、人はあんまり映したくないんですね。はい、はい、麓に来ました。はい、これでね、スタート地点までね、戻ってきました。で、あそこのね、もみじ屋に入りたいと思います。薬王院のもみじ屋は、なんかさら地になっちゃってましたね。なくなってました。で、紹介していただいたんで、もみじ屋本店に入ります。なんでね、とろろ汁かっていうと、天狗がね、とろろ汁が大好物らしいんですね。なんで、高尾山に来たらやっぱりとろろそばを食べると。で、ここのもみじ屋のとろろはですね、なんか泡立っていて、で、ちょっとね、今まで食べたことがないようなとろろでした。とろふわっていうか、泡ふわそんなような味でした。すごいね、美味しいんですよ。このとろろね、ぜひね、食べてみてください。食べ終わったので599ミュージアムを通って高尾山口に向かいたいと思います。まあ、おっさんたちだけだとちょっと599ミュージアムは向かないですね。やっぱりファミリーで来ないとですね。
ということで、いかがだったでしょうか。高尾山のね、6号路の紹介でした。まあ皆さんもね、ぜひ高尾山登ってみてください。ご視聴ありがとうございました。